素材東大、素材いやー、よーい出たなー、ようさん人おるなー、あー、どっから来たか聞いてみ、どっから来たんじゃ、静岡お隣さんじゃない、お隣様じゃない、家康公のゆかりの地、そうじゃさあ我ら名乗りまするかな、我ら尾張の飽きんどでございまする。本日は我ら尾張飽きんど会の名産品即売会にようこそおいでくださりました。ようこそー、ほれー後ろのものも、あら盛り上げてかかーい、ほれほれー、どうじゃー。さあ本日ご紹介したい商品はこちらでございまする。はっはっ、知流の大判巻き50個セット、はい、ということでね、見え、いや、50個もほら見えるじゃろ、これ見え、あー、いい匂いじゃろ。さあ、支流といえば、大庵巻きということでですね、一説によれば、尾張から三河の方まで行く際に途中でお腹減ったという時に、おやつとして食べたのが大きくなった始まりになって、ちょっと待って、あー、落としちゃった。なんか、そんなものを見に来たのではないという顔しておるぞ。そんなことないじゃろな、聞いてみ、何しに来たんじゃ。忍者隊見に来た。わしらが忍者隊だっていうことを言いたいのかな。違う、わしらはもう飽きんどじゃろ、どっからどう見ても飽きんどじゃろ。そうじゃ、どっからどう見ても飽きんどじゃろ。ほら見てみ、ほら、よいしょ、はっ、拍手、ほらそんなことする飽きんどがおるか。隠れてないよ。失礼いたした。こんなことしたらわしらが忍者とバレてしまいますな。そうじゃ、忍者とバレるのは一番いかんことじゃ。バレてしまっては仕方がない。正体を明かそう。我らは忍者なり。忍者とはプロ装束にて生活するにあらず、町人、小武装など変装を巧みに操る、これ七宝での術なり。Ninjas don't always dress in their distinctive black costume. Sometimes they're merchants, sometimes they're traveling priests. They are masters of disguise. This quick change technique is known as 七宝で、or seven disguise of ninjas. 戦乱の陰に忍ぶ者たち。その技、陣地を越え、徳川を260年の繁栄へと導く。The superhuman skills of ninjas made possible the glorious 260 reign of the Tokugawa Shogunate. Ninjas worked behind battle scenes as shadows.苦難大きい時代を耐え忍ぶ我らのもとへ、今よみがえる。 Life can be tough even today. It's time for us to come back alive. 人は彼らをこう呼ぶ。ハットリ半蔵忍者隊。 We're called ハットリ半蔵 and the ninjas.三平。
神君が来る。本能寺の変にて織田信長殿を討った明智軍は徳川家康様を狙っておりました。徳川家康様は九死に一生を得るため山賊たちが応募する伊賀を超える決意をなされました。その時我々忍者が護衛の任を授かり見事最難関の峠を越えたのでございました。しかし家康様はこたびも難儀な戦に挑もうとしておられます。見よこの世皆が耐え忍んでおる。懸命に生きておる。あの時の家康様のように我ら忍者の助けが必要じゃ。この時代によみがえりし忍びは我らだけにおろず。息を潜め不正に紛れる。そなたらの中にも潜んでおる。苦しい時を影から支えるために皆が笑っていられるように我ら鳩井鳩の忍者隊ここに過ぎさん。県が推進いたしまする武将観光をさらに盛り上げるべく結成され申した服部半蔵様そして5名の忍びの者たちによる観光 PR 部隊でございまする。振り返ってみますれば本能寺の変の際織田信長様が明智光秀殿にお討たれになった際家康公は大坂の堺の町にいらっしゃいました。その際配下でありました服部半蔵様がその護衛の任につき伊賀甲賀の山々を越える決意をなされその際忍びたちを引き連れそして岡崎まで家康公を送り届けたそんな歴史がございましたな。半蔵様懐かしいのですな、はい、そうじゃったのございますれ。はい、これを神君伊賀越えと申しましてこの一件で家康公は半蔵様を忍者隊の統領に任命なされ伊賀者200名を尾張国鳴海の地で取り立てられたので鳴海伊賀衆と呼ばれました。この鳴海伊賀衆こそ我ら服部半蔵忍者隊の母体でありまする。ここ鳴海の地を駆け抜けた忍者我らはその蘇りというわけじゃ。さあ
いるけどそんなもんで言うかな。はい。さあということで我らは伊賀者であり、そして服部半蔵様の家臣というわけでございまする。さあここで改めて自己紹介を差し上げたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。よし、しかし恩師からで。はっ、かしこまりました。改めまして、鍵爪の白老。あぉ、助の師水蓮。はっ、私、くのいち水蓮と申します。よろしくお願いいたします。なんだった月影。はっ、拙者月影と申します。よろしくお願いいたします。三平。はっ、拙者三平と申します。よろしくお願いいたします。いぶき。東大のいぶきじゃ。よろしくお願いいたします。耳痛い。さあ、ということで元気な面々ですな。はい。そしてわしが服部半蔵じゃ。いや、大半蔵様でございます。さあ、名乗ったところで、本日は大役の方もなしということでですな、我ら宵祭り大役の方を迎えてという、もう完全に戦国の世みたいな状況になっておりましたけども、ありがとうございます。今日は瓦版通りといったところですな。よし、みんなも揃ったからにはの、は、一つ決めようではないか。お願いいたします。我ら服部半蔵忍者隊、ここに生産。と決まりましたところで、ここからお時間を変えまして、簡単忍者体験忍術問答のお時間じゃーん。いやー、拍手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 。よっしゃ、まったく答えとる。はい、ということでですな、ここからは皆様にこちらの方に来ていただいたり、参加型のお時間となっておりますので、どうぞお付き合いくださりませ。よろしくお願いいたします。さあ、まずは簡単忍者体験でございまするけども、はい、忍者体験はこの中から子供たち和子をですな、こちらにお呼びしまして、わしらの武器であります小さな忍者刀を使ってわしらのと戦っていただくという、そんなお時間となっております。いやー、すごい。はっ、ということで、その宴のような時間に参加したいというもの、ぜひ挙手をしていただけますでしょうかな。おー、ありがとうございます。そして参加いただいた方には、なんとゴム手裏剣をプレゼントします。せっちゃやる。お主子供だけどいいわ。いいわ、せっちゃやる。いいわ、もう忍んどいて。は、はい。さあ、どういうことだ。わかった、わかった。どうじゃ、誰かおるかな。あ、いいですな、和子がいいぞ。じゃあ、スイレン殿では。かしこまりました。さあ、半蔵様じきじきにお選びいただいた和子ということで、さあ、あ、そっか、そっか、元気に真ん前から拍手じゃ。ございまする勇気ある姫様にも大きな拍手を。さあ、ということで、さあ、最初は体験をしていただいたということで、次はですね、少し頭の方もちょっとかき混ぜていきたいと思いまする。次の時間は水蓮殿がお届けいたす忍術問答の時間じゃ。やけにテンション上がるのも。いや、では早速。さあ、ではお願いいたします。参ってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。忍者は日頃さまざまな職業に身を訳しておりました。これを七法での術と申しますが、この七法でに含まれないものを三つの中から選んでくだされ。1番商人、2番小武装、3番ピザ屋さん。さあ、どれでしょう。難しい。では分かる方、はーい。おー、ああ、なぜかピザ屋さんと言ったら泣き始めた和子がおります。いぶき。はい、あのうちわのおなぶじゃ。はい、そう、はい、うちわのおなぶ。いぶき殿がお聞きに参りましたが、3番でございます。3番ピザ屋さん、正解でございます。ありがとうございます。すごいな。この姿を真似るだけではなく、その種類の職業に必要な知識も身につけたのにござりまするね。なるほど。はい、では第2問まいります。第2問めくっていただいて、よいしょ。はい、忍者はさまざまな技術学問に通じておりましたが、この中で忍者が不得意とするものがございますので当ててくださりませ。1番火薬を作ること、2番薬を作ること、3番ピザを作ること。さあ、どれでしょう。難しい。すごいな。挙手率いいですね。ありがとうございます。難しいの。前の忍者じゃん。あの忍者にございまするな。忍びじゃないの。さあ、まるっきり完全に忍者という和子がおりまする。2番
2番の説明を。3番じゃ、3番じゃ、聞こえんぞ、みんなに3番じゃ、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 やりっこー、一発正解じゃない。じゃあ忍者シールじゃありがとうさんじゃ。忍者はですね、家で火薬を製造、家が火薬製造工場になるほど、もう火薬に扱うことは長けていたのでございまするね。はい、では第3問参りましょうか。目になりまする、どうぞ。第3問にござりまする、忍者が心構えとして間違っ、忍者の心構えとして間違っているものを当ててくだされ。1番、正しき心で任務を果たすこと。2番、仲間を大切にすること。3番、美味しいピザを作ること。さあ、どれでしょう。もうそろそろなぜピザが入ってきたかというのを明かしてもええ頃かもしれません。よーし、あの、ゆかたのご神社つかげ、見せてやれ。さあ、さすが金シャチを寝床にしておる月影殿、頑張ってございましょう。3番、3番でございます。はい、3番、ピザを作ること、正解にございます。素晴らしい。さあ、ということで豆知識オーバー。かしこまりました。忍者はですね、正しき心を感じます。そうなの、こういったなどの忍者がある時にはですね、任務に果たすことあるために心を押しつぶして任務に励んだのにござりまするね。なるほどなるほど。いや、ここら辺であのなぜピザで統一したのかということをちょっとお聞きくださるのか。はい、ピザはですね、何やら武将隊様がイタリアに行っておったということでね、ちょっとなんかピザにかけてみたところなんですけれども。これからお世話になるということで、そう便乗したということでございます。ありがとうございます。あんまり面白くない。ありがとうございます。では以上をもちまして忍者モンドを終了させていただきまする。4日間忍者モンドにお付き合いくださり誠にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでスイレンドのありがとうございます。改めて大きな拍手じゃ。さあ、半蔵様いかがでございましたか。よかったぞ。じゃあ次は、記念撮影と参ろうかの。さすがでございまする。常の陣形じゃ。さてともつまずきましたね。はい、ということで皆様から見て右手、真ん中、左手と撮影に、参りたいと思います。こう目線を送ってまいりますので、鋭いわしらの眼光を捕まえてくださりませ。と数えよ。はっ。人違いだろうな、あれは。きっと人違いだと思う。あんまからくり上手に使えんはずやから。いや、真ん中行きましょう。そんなことないと思う。はい、なんだか。では10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、姉妹に戻ります。では最後に戻りますか。さあ、ということで半蔵様、ようやった皆の衆。ではここでですな、スイレンドの、さあ、わしらの活動報告をお願いいたします。よーし、一の陣形じゃ。はい、取ります。今一の陣形です。違います。はい、ではですね、この後19時まで場内にておもてなしをいたします。一緒にお写真も撮ることができますので、ぜひぜひ見かけたらお声をかけてくださりませ。そしてその後19時半より再びこのステージにて演舞を披露させていただきます。我々の演舞の後には武将隊様の演舞もございますので、最後までこの宵祭りを楽しんできてくだされ。以上にございまする。スイレン殿のありがとうございました。ありがとうさんじゃ。さあ、半蔵様、わしらだけの演舞も酔いまつり何度も参りましたけども、これが最後となりましたな。そうじゃな、またこの時間が来たか。そうです。締めのお時間、半蔵様が最も緊張するお時間でございます。今日はこの暑い中本当に来ていただきありがとうございまする。拙者嬉しい、感動しておる、ありがとうございまする。
我らの演舞はどうじゃったかな。ありがとうございます。我ら服部に半蔵忍者隊、今後愛知県はもとより全国各地で活動をしていく予定である。皆がより喜んでいただけるよう我々も日々精進いたします。半蔵さんは泣いておりますか。感極まっておりますか。感極まって泣いておりますか。黒い涙が熊ができております。我らだけでやるのもこれが最後じゃな。そういうことでございます。ありがとうございます。良い祭りであった。おお、わしはこの名古屋良い祭りが大好きじゃ。ではまた1年後楽しみにしておる。1年後に出演するというわけではないですよ。この宵祭りも楽しみにしておるというわけでございます。はい、三郎様やっぱり泣いておりますか。補足でございます。はい、ということで、ではまた伊豆国の闇で、ほっ、See you again。 ニンニンドン、ニンニンドン、さらばじゃ。